ははいこんんにちち金ゃと申します今回はですね反対ポジションの行動をイメージするといった内容で情報発信をしていきたいと思います本動画のですね目的につきましてはよく言われる反対ポジションの行動をイメージするといったことについて具体的な事例を紹介し視聴者にイメージを持っていただくものであります本動画の対象者につきましては裁量トレーダー全般ということでやっていきたいと思います えっとですね、今日ですね、えー、っと五ばが始まった直後にゾぞのですね、えー、株価が2000円を割ってきたんですよね。そこでですね、えー、っと2時12時43分ですね、え五、ー、ばが始まってちょっとしばらくしたところでこういったツイートをいたしました。ゾ、えー、ぞ2000円切ったか。 これでとっつまっていた売り方が一掃されるので下げるかなといった予想をしておりましたで結果的にはですねえ今日の終わりにつ年については2000円ということでまあそこまで下げなかったんですけど、えー、とこういったあ、ね、ツイートしたあ根拠について説明をしていきたいと思いますはいご覧のチャートはですね、えー、2019年3月7日に動画配信いたしましたずどの空売りをするポイントを分析してみたのお内容の一部であります でここではですね、えー、売り方がどこで買い戻すかというですね、あの予想をするためにその前提としてですね、えー、売り方がポジションを取ってきたであろうポイントをですね、をそれを予測したあ動画あの、えー、チャートになります。でここではですね、えー、売り残が増増加しているポイントとそのテクニカル的にですね、えー、っとまあ、売り方が ポポジションン取ってくるだろううという、ね、ポイントですねここではサポート割れのポイントでここではトレンドラインレジスタンスと合算するポイントですね合致するポイントそれをまあ,あの加味していくとおおよそですね1850円から2000円ぐらいにポジションを取ってるんではないかというねか、まあ、仮説を立てておりましたでこの仮説がですね先ほどのツイッターのですね、あのー、2000円を割ってきたのでまあここでポジションを取った売り方が助かって助かってるだろうということでえーとまあ 下げるんではないかという予想をしておりました。はい、そういったですね、えー、前提があっての今日の冷やしチャートになります。えー、とこれを見るとですね、えー、この時まで、この時までですね、えー、上昇している時は上昇している時にあの出来高が上がってって、まあ、調整している時ですね、調整している時は出来高が落ちてたんですけども、えー、とこの時ですね、今日ですね、今日から 下落したときにですね、出来高が急増しております。なので、このもみ合いをブレイクしたのかなという形になっております。はい、ここでですね、何が起きたかというと、これ見てください、これ、空売りですね、左側が空売りで、右側が改ざん、買いですね、信用買いになるんですけども、えー、と空売りがですね、一気に解消されているのがわかるかと思います。もうあのー、32万、 1300株ですね、えー、がここで、えー、一気に解除されたという状況,状況になってますね。で、えー、逆にですね、改ざんが一気に増えているという状況になります。まあ、これ、何が言えるかというと、まあ、上に上がる燃料が一気に消滅をして、下に下がる燃料が増えましたよと言えるのが、言えると思います。で、えー、とティック回数を見ますと、まあ、膨大なピティック数ですね、ほかを、一応ほかの順位も見たんですけど、もうぶっちぎりの地位です4 9183回ということで。 えと2位が2万ぐらいだったんで、まあ、2倍以上の差があったと思います。こういったですね、えー、と膨大なティック数をこなして、えー、まあトレンドが変わったのかなと、トレンドが変わるときにです、ね、膨大な出来高が発生するんですけども、まあ、これを見る限りは、もうトレンドが変わったんじゃないかなって言われる、まあ、思うに十分ですね、えー、ティック回数が出てるんではないかと思います、はい。それではですね、次はですね、買い方の行動について焦点を当ててみます。 はい、これがですね右側がですね ZOZO の冷やしチャート今日の,のチャートですね今日前のチャートになりますで、えー、とこれを見るとですね陰性なんですけども大きな陰性なんですけども、まあ、下髭がまが、あ、短い陰性ですね、えー、安値が1百8 0円で、えー、終わり値が2000円ということで、まあ、ほとんどですね買い方で儲かってる人って言ったら、まあ、20円ぐらいしか最大で20円しか儲かってないんですよねなのでほとんどが含み損を抱えてますなのでこの60万7800株っていうのはえ六、ー あ60万7800株,、ね、株の買い方はほとんどが含み損ですよね。含み損を抱えているといった状況になっています。まあもしかしたら難品をしている買い方もいるんじゃないかなという分析ができるかと思います。それではですね、えー、この冷やしの中身に入っていきたいと思います。えー、ご覧のチャートはですね、ZOZO、えー、の15分足チャートです。で、これ何を見るかと言いますと、えー、何だと思いますかえーっと私はまあ見るとしたら、ここで見るとしたらですね、えー、っと、 要はねこの VUP っていうのは、えー、平均でどの、えー、株価で買われてるのかですねなのでか買いポジションを取った平均的なトレーダーっていうのは2046円で、えー、買いポジションを取ってるということ,があことになります。ということはですね、えー、2046円を超えてこない限りは改ざんの整理はなかなか進まないのかなと言えるとおまあ予想できるかと思います。 はい、続いてですね、えー、ゾンの冷やしチャートですね、次はですね、売り方の立場になって、売り方の行動を考えてみると、えー、っと、まあ、売り方が買い戻してくるだろうというポイントですね、なので、買いの圧力が勝るだろうというポイントは、この2つになると、まあ、考えられる、る予想されます。えー、っと、まあ、この理由についてはですね、あのここが、あのまあ,あ、見た目で分かりやすいですね、高値のポイントになるので、この高値のポイントっていうのは、サポートになりやすいんですよね。あとこの えー、実体の安ポイントですねここもあのサポートとして機能がしやすい修正がありますのでここがあ当初ですねあの、まあ、買い売り方が買い戻してくるであろうと予想されるならここがあ一つの候補になるんじゃないかと思います。こういうふうにねあの一個一個で、ね、区切ってそれぞれの各々の立場で分析をしていくとどこがあエントリーポイントになれるのかあどこがあエグジットポイントになるのかっていうのがあだいたい予想ができるんじゃないかと思います。 はいいかかがででししたょうか、えー、と反対ポジションの行動をイメージするといった内容で、えー、情報発信をしました。まあね、こうやってねあの一個一個ですねあのそれぞれの立場で、えー、と行動を分析していくと、まあ、エントリーポイントとかエグジットポイントかが何と、まあ、な,なくぼんやりですけども、まあ、見えてくるんですよね。で、えー、この例えばこの重要なあの価格帯をどういう抜け方をしたらあの勝つ確率が高いかとかあるいはどういう抜け方をしないと逆に 勝つ確率は薄いよとかあの要は反対ポジションの余裕がなくなるのはどこのポイントなんだろうというのをね考えていくと勝ちやすいんではないかと思ってこの情報を発信しました、えー、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます、えー、もしよろしかったらチャンネル登録と高評価の方をお願いいたします金ちゃん B B でした